重勝さんとともにお送りをしています。さて今日から、第1クール最終日を迎えてますが、今日からピッチャーがバッティングピッチャーということで、打撃投手代わりに、登板します。バッター相手の登板という、まず最初は去年のドラフト1位中地がマウンドに上がりました。中地レイヤーも、順調に、3日間、キャンプブルペンなどに入って、そして今日4日目にバッティングピッチャー登板を迎えました。こうバッターの順番を見ますと、細川、三好、福永、村松と、この4人の、うちの誰かと対決ということで、まず三好が最初バッティング行われるんですね。昨日は結構柵越えもあったという三好。三好も、状態よく今こうね、キャンプ序盤からアピールをしております。篠地としては中地投手どういうところを見ますか？いや、今の状態で、この亀でどういう状態かというのをまず見るのは、ストレートの走りというのですけど、コントロールでしょうね。球筋とコントロールで、そんなに目いっぱい熱い投げたくはなるでしょうけれども、まだそこまでいかなくても、テンポよく、まずバッターもバッティング練習ですから、ただこのフリーバッティングでスタンドに放られたりするとカンカン打たれるとマスコミが書くんでそれだけはちょっとあまり書かれたくないし、いいように取られたいんでね。だいたい最初の打ちは特にまっすぐ中心になるのかなと思いますが、もちろん変化球もちょっと入れるでしょうけど、今のまっすぐでどれくらいバッターが捉えるか、バッターの状態ももちろんそうですね。高めいったボール、ちょっと今、おっという声も当たるぐらいのライナーでした。ちょっと苦笑いもあったピッチャーの中地、ちょっと力んだか。昨日は三好も3発柵越えまであったりしたフリーバッティング、かなり外野に鋭い当たりを飛ばしていました。ここで少し先ほどよりは低めにまっすぐ行きました。対決するのが普通ですが、まず左の三好との対決です。去年プロ1年目は2勝5敗という成績でした。9試合に投げていました。今年はもちろん開幕からローテーションに入って規定投球回が目標です。少し高めに対低めに行ったりという感じでは見えますけども、まだまだ4日目ですから、ただこの自分の感覚が感触がどうなのかそれだけで、抜けるボールがなくてやっぱりストライクゾーンだけにボールが固まってくるところが一番いいんですけども、高かったり低かったりというのはしょうがないですよね。外野のフライという感じでした。ちょっと今首を一瞬ひねった中地、見た目のこうまっすぐの感じはどうですか？今のやつはもうストライクというのを審判後ろにいますけども、抜けるボールが高めにいった時はもう完璧なボールゾーンですよね。キレはそれなりにこの時期としては出てますかね。そうですね、もう40を出してると思うんですけどね。ほとんどの首脳陣が後ろに陣取って、バッティングコーチもピッチングコーチも監督も見つめています。ああ、
一軍のこの茶団で一番初めに投げるピッチャーなんですよ ね。このボールですよね。このボールがちょっと多いんで、このボールをなくしていけば、まあ、打たれてもいいわけですからね。まあ、確かにね。はい、これはですね、多いですね、ちょっと。半分ぐらいか、まあ、半分弱ぐらいが、ちょっと高めの、まあ、まあ、だから高めの左バッターのね、高めの外の方に抜けていってしまったと、インコース寄りのボールではないんですよね。はいはい。ドラゴンズの2024年、まあ、最初の、ねバッティングピッチャーに指名されました中地。ここで少し低めに来ました。まあ、ストレートが、ね、4球続けて外にボールになりましたから、もう試合ではフォアボールになりますけどね。まあ、確かに、はい、気持ちよくボンボンストライクゾーンになって、どういう反応するかを見てもらった方がいいと思うんですよね。まあ、まあ、大体さ真ん中から外にヒュヒュって気持ちよく投げさせておいて、打たしておいて、インコースでちょっとキュッと投げさせてね、投げてバットボールとか、そういう詰まらすとか、そういうのが楽しい楽しいバッティングなんですけど、はい、気持ちよく打たれたらちょっと書いてやるとかね。今これ参考にしました。今甘かったんですか。まあ、インコースに甘いボールでしたけどね。まあ、ああいうふうに打たれたんなら、今度はちょっと勝手気味にインコースに厳しいボール投げてやろうかとかね、外にちょっと沈めてみようかとかね、同じまっすぐでもね、これ最初の、まあ、トップバッターとしてのこうバッティングピッチャー、正直としてはあれですか、こう誰を最初にとかいうのはやっぱりいろいろ今年の期待度とかそれもあるの考えるんですか。あ、でもこれ今日のメンバーはこれある程度も投げてますからね、ですからやっぱりある程度顔見せ的に、うん、まあ、それはあるこう新人とかルーキーとかね、その若さだけじゃなくて経験のない人我慢にいますけども、その人たちを先に行かすっていうよりも、こういうメンバーを先に行った方がやっぱりいいでしょうね。そして2年目の村松との対決です。まあ、これで2人目の、ね、バッターになりますけれども、ブルペンで、ね、投げる投球回数と同じ球数でもやっぱりバッターに投げるとかなり肩身の肘も張りますからね。当然ですね。はい、どうぞ。この天候なんですけれども、心配ないくらいですが、雨が少し降ってきているという、そうですか、はい、アグレスタジアムチャタンですね。まあ、一時的な、ね、ものかなと思いますが、まあ、ただ時折スコールみたいな、ね、ケースも沖縄ありますから、今日はちょっと、まあ、今日からですね、ちょっとこうぐずついた空模様になってこようという沖縄です。第2クールもちょっと序盤中心に、今のところ、まあ、曇りから雨予報となっています。中地対村松という同期、詰まったな。腰に投げている時よりは少しインコースの方にね、これ引っかかって切ってますよね。はい、
まあ、ブルペンで投げるよりテンポがどん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 速くなりますからね、多少当てる力の加減もね受けますからね、こうやって久々にちょっとこうやって受けました。そうか、確かにブルペンですと自分のなんかタイミングで自分のペースで投げればいいんですけどね、これはある程度バッターに投げてますから、はい、バッターももうすぐね来ていい体質を作りますから。加藤さん、はい、まあ、初日ブルペンに入った時に少しストレートを引っ掛けることが多かったっていう振り返りもしていたんですけど、その時はちょっと変化球を混ぜながらあの調整をしたみたいな話も中津選手はしていましたね。まあ、ブルペンでやっていたものがそのままこう、ね、出せるかどうかっていうところで、まあ、いろいろタイミングもこう変わってきますし、で基本今日はね、まっすぐ中心で、まあ、ほぼほぼまっすぐでこのフリーバッティング登板をして、まあベテランを抜いて今の時期だったらやっぱり野手の方が先にピッチャーにね追いつかれてくる、スピードには慣れてくる人は早いですよね、かなりの打ち込みをしてますからね。単純にこう野手2人を比べた場合ですと三好の方がなんか取れてる感じありましたね。そうですね、まあ、外野フェンス手前まで、まあ、飛距離は行きましたが、定まってないっていうか、まあ、回転数が、回転がね、加速めに入ったりして、こう回転したりしてますから。打者2人に対して、